ゆっくり霊様映画レビュー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日はなぜグラさん？これか。最近流行りのヤンキー漫画の実写化映画のレビューだからな。ちょっと悪っぽく決めてみたぜ。魔理沙、それ、ヤンキーやない。亀仙人や。え？本日紹介する映画はこれやー。強引に進めたー。東京リベンジャーズ。週刊少年マガジンで連載中の人気漫画の実写化。ヘタレ男子の竹道が未来を変えようとタイムリープして人生のリベンジに挑んでいくストーリー。霊夢よ竹道じゃない？竹道と言え。いくらアップ主が原作に今ハマってるってからってそこまでこだわらなくてもいいじゃん。じゃあ次の動画からお前クビな。主役の竹道役に田村匠。君の膵臓を食べたいで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した若手俳優界のホープ。東京卍回復総長、ドラケン役に山田裕貴。これ写真見たとき、ここまで見せる。って思ったほど、衝撃だったぞ。日の丸ソウル、出てた子と同じ子だよな。で、そして、東京卍回の総長マイキー役に吉沢亮。無邪気さと、凶暴さの二面性を演じなきゃダメだから結構難しい役どころだな。で、監督が、花草つとむ。貞子 3D の監督って言った方がわかりやすいかな。なんだろう。この抑えきれない不安感は、正直不安半分、期待半分で見に行ったんだけど、どうだった？東京リベンジャーズの実写化じゃなく、別の作品と思えば楽しめるぞ。そんなコメントありかよ。このコンプライアンスでガチガチに固められた現代社会、中学生が普通にバイク乗るだけで問題作として扱われるからな。でも今回は高校生設定だろ。まあ、さすがに中学生役を吉沢亮たちに演じさせるのは無理あるからな。そのあたりは別に気にならん。むしろ原作好きな人ほど、東京リベンジャーズ風ヤンキー映画と割り切ってみてほしい。それぐらい原作の完成度が高いんだ。ってことは、映画と原作を見比べてあらが多いのか。頑張って原作に近づけようとしている役者陣の頑張りは伝わってるから一概に否定はできん。特にマイキーに関してはどの俳優がやっても完璧に仕上げるのは無理。可愛い系の顔した小柄なカリスマ性ある総長とかよくよく考えたら無理ゲーだな。そうだろ。顔よし演技よしの吉沢亮だから良かったものの、年が近いってだけで演技が下手なジャニーズの若手が演じてたら大惨事になってたぞ。だから今回は原作同行じゃなく、オリジナル作品と思ってレビューした結果、後半は尺の都合で端折った感があるが、前半から中盤にかけては、ところどころギャグも散りばめられてて見応え十分だ。特に主役の北村匠海が、この映画の主演は俺だ。と言わんばかりの圧倒的存在感。演技派若手イケメン俳優が多い中、スクリーン越しからも気合が伝わったぞ。役者の気合って、ラストサムライの渡辺謙みたいにスクリーン越しでも伝わるからな。制作陣も北村匠海の気合が伝わったのか。肝心な後半の肝となる東京卍回 VS メビウスとの構想があっさり終了。ラストマッチの竹道 VS 清正の対マン勝負に制作陣は力を注いでたぞ。じゃあ、主役の気合が十分伝わった東京リベンジャーズの評価は？東京リベンジャーズの評価は、星2つだ。映画として平均点って感じか。まあ、今後重要キャラが続々登場する続編は早いうちにやると思うから、続編を含めてトータルでの評価をしたい映画だ。それじゃあ本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。